はい、今回もミスター M さんガチンコマッチョクラブのシェイカーのね紹介をしていただきました。いやいいですね、すごくがっちりしていて、まあ、男気あふれる、まあこれ、ね、マッスルシェイカーみたいな感じですよね。でお返しにですね、私のシェイカーもちょっと紹介したいんですけど、いいですかね。私の自慢のシェイカーはこれですね。ここは蓋が閉まると、メモリ450までついているというダイソーの100円シェイカーでございます。こうやって蓋を閉めて振るとよく水が漏れるというね。だからしっかり押さえないといけません。押さえる時も筋肉がつくんじゃないかなみたいなことを言ってますけども、まあなんかね、たまたま家にあったんでこれ使ってますけどね。これが私のメインシェイカーでございます。まあなくしても心が痛まないというのが一つのね、利点でございます。でもう一つのシェイカーなんですけども、これシェイカーじゃないやないかって感じがしますけども、これシェイカーなんですよ。こうやってねお水飲みますよね。見慣れないラベルでしょ。これ私好きなんですよ。ヤフーショッピングで買います。で、この青汁ゴールドっていうのがありますよね。今日の青汁をこうやって入れて、ミネラルウォーターをこうやって振るだけ、バッチリ締まります。ほら、青汁完成。爽やか。という感じで、シェイカーにお金があんまりかかってないというね、あり合わせのものでやってますということでございます。まあ本当はね、しっかりとしたシェイカーがあるといいんでしょうけども、プロテインの方にお金使っちゃったんでちょっともう、ね、余裕がなくなりまして、私の場合はこういうふうにあり合わせのものでやっております。またね、ミスター M さんが使ってるシェイカー非常に参考になったんで、ちょっとね、またプロテインを今度購入した時に考えてみたいと思いますね。中にリングが入ってるのがいいですね。で、シャカシャカシャカってやると混ざりやすい金具のボールが入ってるのがね。はい、またね、アイテム紹介していただければ幸いです。ありがとうございました。ガッチョになりたい。マッチョか。マッチョ。